はい、よろしくお願いします。先ほどの内藤さんと同じ所属のライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS の小野博正と申します。本日はですね、先ほど内藤さんの回が配列解析というか塩基配列とかその辺の使いこなしが主なメインだったと思いますけれども、私の回は皆さんよく馴染みが深いと思いますけれども、遺伝子の発現解析周りのデータベースの使い方とかウェブツールの使い方を、実践的にというか、ここにちょっと書きましたけど、実験データ の生物学的な解釈をじゃあどうするかっていうのは皆さん必ず課題になるところかと思いますので、その辺を中心にですね、いくつかの例を挙げながらご紹介したいというふうに思っております。で、私はスライドがありませんので、このウェブサイトに全て今日やることが書いてありますので、このウェブサイトにたどり着けてないという方大丈夫ですか？もしいたらスタッフが補助しますので、こちらつながってないと1時間半待ちぼうけというかなってしまいますので、よろしいですかね。はい、それでは始めていきます。概要はですね、ちょっと私今述べましたけれども、ここに書いてある通りでですね、基本的に今回紹介するサービスは誰でも自由に使える、登録とか課金とかなしで使えるような、公共のデータベースとかウェブツールを中心に、紹介をします。で、研究のさまざまな場面でですね、その遺伝子発現といっても、例えば一個一個の何とかっていう遺伝子がどのぐらい、例えばどういうサンプルで発現しているのかっていうのを調べたいっていう局面もあると思いますし、もう一方では例えば、発現解析、NGS の解析をしたりマイクロアレイで、大規模にですね、そのコントロールと実験区とで、発現の差のあった遺伝子みたいなものが、例えば100個200個だったら目でエクセルで、ね、見られると思いますけれども、それが1000個2000個とかになってきた時に、なかなか人間の目で見てそこから特徴を抽出せよなんて言われてもなかなか難しいところがありますので、そういうのをですね、コンピューターは得意だというところがありますので、その辺をデータベースだったり皆さんのお手持ちのコンピューターを使ってどういうふうに解釈するかというようなところの、基礎知識とその方法を学ぶということが、今回の目的の一つです。で、講習の流れとしてはですね、大きく分けて3つほど、データベースを紹介しながら実践をしていくということになっております。で、この辺はちょっと先ほど来ネットワークがちょっと不調で、皆さんにご不便かけて申し訳ないところなんですけれども、ここに書いた通りなんです。皆さんで同時にアクセスするとなかなかつながりにくいとかっていうケースがありますので、資料を見ながらですね、私の講習はすべて、やることが載ってますので、ちょっとこの辺は知ってるなとか、できそうだなっていうようなところがありましたら、ぜひどんどん先に進んでいっていただけると大変ありがたいです。っていうのは、そのずらしていくとウェブサイトの反応が良くなったりするケースが多々ありますので、みんなで一斉にさあどうぞって言ってクエリをバッと投げるとですね、なかなかうまくいかないケースが過去にありますので、ここに書いてある意味としてはそういうことなんです。で、ちょっと分かんないなと、難しいなと考えられる方はですね、私前で一緒にやっていきますので、それを見ながらやっていただければなというふうに思います。あと、ちょっと聞き逃しちゃったなんていうケースもあると思うんですけれども、先ほど来紹介している統合 TV というところで今回の動画もまた上がりますし、過去に私 何回もこのテーマで話をしていますので、同じような内容がですね、たくさん載っておりますので、そちら見ていただければ、復習というか、どういう感じで進んでいくのかなっていうのがなんとなく分かると思いますので、そちらも合わせてご活用いただければなというふうに思います。それでですね、2番目、質問歓迎という話なんですけど、先ほど内藤さんの回は結構活発に質問が出て非常に良いなというふうに感じました。ただやっぱり一般的にその皆さんいろんな、なんていうんですかね、知識レベルも違えば興味関心も違いますので、結構やっぱりこういうところで質問するというのはなかなかハードルが高いというところがあります。がですね、質問する人は大変偉くてですね、最初勇気を出して質問すると他の人が、こんな
例えばちょっと言葉悪いですけどバカな質問してもいいんだとかね、こんな誰もが知ってると思われるような質問もしていいんだみたいなことになりますので、私は非常にこうエンカレッジしたいなって思うんですけど、まあ、とは言ってもなかなか質問しづらいということなので、まあ、能書きを書きましたが、まあ、皆さん読めば分かることなんですけどなかなかね難しいというところがありますので、この辺そういうことなんです。隣の人はちょっと賢そうな顔してますけど意外に知らないことがたくさんあったりしますので、まあ、それを勉強するためにねこういう講習会に来てるというところありますので、ぜひ活発に、まあ、ディスカッションというかこう議論でできればいいかなというふうに思っております。で、私も偉そうにここで喋ってますが知らないことはたくさんありますので、まあ、会場でもし知ってる方いたら教えてくださいということです。で、ちょっと私の会は実験的な試みとしてウェブ上で質問ができるフォームというのを用意してみましたということで、皆さんこの受講者質問用フォームというところをですね右クリックして新しいタブで開いていただくと、こんなような画面が皆さんのお手元でも出てますかね。これさっき厚塚さんはアンケートフォームを使われてたんですけど、あれだと皆さん見られないし私しか見れない、喋ってる人しか見れないっていうところがありますんで、私こっちの方が好きで、もう全部こう丸出しになるわけです。で、Google のアカウントを持ってる方はログインしていただいても構わないんですけど、ログインせずにも使えます。で、ログインせずに使うと匿名で質問ができて、質問ですとかってこうできるわけです。でパッと送るだけです。超簡単ですよね。どうですか。そうすると質問ですってこう出るわけですよ。で、いい質問したらですね、こういいねとかが、これはログインをしないとできないのかな。ごめんなさい。これいいねをしたい方はログインをしないとできないようなんですけど、これまさにエンカレッジなんですね。いいね、皆さんいいねされると嬉しいですよね。どうですか。あんまりそういう、そうですよね。皆さん笑ってますからそういうことですよね。嬉しいじゃないですか。いいね、いいねされるとね。だからいい質問が出たらこういいねしてあげましょうね。そうすると俺いい質問したなみたいなね感じになるわけで、そうすると他の人じゃあ私も質問あるっていうね、こういうなんかいいモチベーションがねぐるぐる回りますよね。このスタイルでちょっとやっていきたいと思います。過去2回ぐらいちょっとこの実験的試みをやってですね、1回はすごい活発になったんですけど、1回はなんかあんまりこれでも質問が出なかったんで、僕の講義が上手なのかなとちょっと勘違いをしたんですけど、ちょっと分かんないです。質問がないというのはねいいことでもあるんですよね。非常に分かりやすかったっていうケースもあるんで、まあ、よし悪しなんですけど、ちょっとこの辺のシステムを活用してですね、ちょっと実験的な試みにご協力をお願いします。で、これをちょっと見ながらやっていきますということで、あとですね受講前にアンケートをお願いしていただきまして、ご協力ありがとうございました。で、およそ87件ご回答いただきまして、2つですね、私質問をお願いして、統合 TV というのを知ってますかということで質問させていただきました。そしたら結構驚くべきことに、6割弱ぐらいの方が、知ってるよと、あるいは使ったことがあるよと、使ってるよという方がいらっしゃるということで、過去一番多いぐらいの認知度じゃないかなというふうに思っております。これは東京でやったからなのかどうなのかっていうのはちょっと分かりませんけれども、ですね、それでも、3割強の方は、聞いたことがある程度、あるいは全く知らなかったよという方が 30% ぐらいいらっしゃるわけです。3割ぐらいなので、今日これで知っていただいてですね、こんな便利なものがあるのかというふうに思っていただければ幸いです。で、もう一つは後半にちょっと関わってきますけれども、自分で実験をして得たですね、例えば数十数千の遺伝子からなる例えば遺伝子リスト、ここでは例えば発現差のあった遺伝子なんていう形でやってますけれども、こういう自分のこれから、生物学的に解釈をしたいものを持ってますかということを聞いてみました。そうするとこれもですね、基本的には興味がないよという方は、2割弱いらっしゃるんですけど、それ以外の方は、7割強の方は、興味があると。で、例えばすでに持っている方でも3割弱で、これから実験したいとかする予定ですとか、あとは公共データを使ってやってみたいよなんて方を合わせると、これもなんか7割弱ぐらい、7割強、7割ぐらいですね、7割ぐらいの方はご興味があるということなので、その人
たちに向けた、実践が今回こういう講義でやる意味があるのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひ皆さん自分のお持ちの方は自分のリストを投げてみてもいいですし、これから やりたいという方はですね、今回いくつか実験的にデータを用意してありますので、まあ、それを今度ご自身のラボに変えられてデータを取得するなり、公共データベースから取ってくるなりしてやってみるというふうにされると非常に良いと思います。では早速進めていきます。でこの回は、13時40分までですよね、確かね。なのであと1時間20分ぐらいありますので、サクサク進めていきたいと思います。ここまでで質問ありますか？よろしいですか？不明な点あれば早めに教えてくださいね。はい、質問来ておりませんね。はい、では早速進めていきます。で統合 TV は皆さんは割と知ってる方がいらっしゃるのでちょっと冗長になりますので、さーっと飛ばしていきたいと思いますが、こんな形になっております。で私編集をしておりますので、ここに載るものは私が一応全部見て、表に出すか出さないかを決めております。はい、で、今ちょっとこれスクリーンショットが古いですけど、1500件弱の動画が今公開をされています。でちょうどタイミングよく統合バー、午前中三橋さんが紹介された統合バーの動画が出来上がりまして、一番新しいものは統合バーのものになっているかと思います。でこの動画っていうのはですね、実は YouTube 版もありますと、ここに書いてありますけれども、 YouTube に動画をアップロードしております。で皆さん YouTube を知らない、使ったことがないという方いらっしゃらないと思いますので、もう使い方は分かりますよね。私なんかよりも詳しい方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、YouTube のインターフェースでご覧いただくことができますので、ぜひどちらのインターフェースで見ていただいても構いません。統合 TV のウェブサイトには YouTube の埋め込みがあるだけなので、結局再生のプレイヤーなんかは全く一緒なものが出てきます。で YouTube でいいことはですね、例えばプレイヤーを自分たちで開発してとかっていうのもやるのもいいんですけど、天下の Google 様がやる YouTube ですよ。もう非常に高機能で、何がいいかっていうとですね、結構長い動画とかもこういう講習なんかは1時間2時間結構あるんですけれども、ちょっと1時間2時間勉強の動画を見るのってしんどいですよね。ご自身の興味のある動画を、1時間見るのはそんなしんどくないかもしれないですけど、学習用コンテンツを1時間2時間見続けるのはちょっと時間ももったいないような気もするしっていう向きにですね、YouTube は実は倍速再生とかできるのご存知ですか？倍速再生で結構ね、人間2倍ぐらいで喋らせても結構中身理解できるんですよね。なので1時間の動画は30分で見れるとか、そんなような形になってますので、その辺うまく活用してですね、やっていただくというのも一つの手です。あとは英語のコンテンツなんかは実はあります。で、英語のコンテンツはですね、実は YouTube は英語の話者がこう喋ってるのを字幕勝手につけてくれるんですよ。すごくないですか？リスニングの勉強なんですよね。まあ、別に普通に僕らの分野だけじゃなくて映画とか見れば普通にこう字幕出るんですけど、やっぱり業界の英語を見たいとか、この分野の英語で講演を聞きたいとかっていう時に英語でバーって喋られるとよく分かんなかったりするんですけど、自動であれは我々がつけてるわけではなくて Google が勝手に動画からですね音声を抽出して字幕をつけてくれるとか、そんなような仕組みもありますので、ぜひこの辺もご活用いただければなと思います。で YouTube あとチャンネル登録すると更新情報がメールで届きますので、この辺も他の YouTube と一緒です。はい、でもうこの辺はいいですね。でついですね今年の5月末で、再生数が100万回を超えました。で YouTuber 今流行ってますよね。今流行ってるのがもうちょっと峠を過ぎてるか分かんないですけど、 YouTuber の皆さんは1本動画を作るとなんか1日で10万再生とかいくらしいんですけど、我々言ったら、こういう真面目なクソ真面目なあんまり笑うところもない動画なんですけど、それがですね10年ぐらいでおよそ100万再生ぐらい来たので、来るとこまで来たかなという感じはあるんですけど、ここに再生、視聴回数と再生時間のグラフを載せてます。でこれ一般の人は見れなくてちょっと管理者の人しか見れないんですけど、こんな風になっておりまして、オレンジ色が総再生時間、動画を見た時間で、こういう
音が出ます。ちょっとごめんなさいね、びっくりしましたね今ね、はい、チャイムが鳴ります。はい、再生ありがとうございますで、何でしたっけ、青色がですね、視聴回数になってます。でこんな感じで紆余曲折を経ながらですね、まあ、しかしながら右肩上がりに、再生数、視聴時間ともに伸びております。でちょっと余談なんですけど、この統合 TV っていうのは誰を、メインのターゲットにしてるかというと、大学院生とか、あと研究室に入りたての、学部の4年生とか3年生とかっていう人たちに分かるように、言葉を選んだり、中身を精査したりしていますので、まあ、そういう頭でですねこれを見ていただくと結構面白くて、結構こうガタガタしてるように思うんですけど、これ季節性が結構あるんですね。でちょっと答えから言ってしまうと、これ春に4月5月に再生数がバーンと伸びるんです、1年の中で。それでちょっと経つと落ち込むんですね、この夏休みぐらい、今ぐらいなんですけど、7月8月あたりは再生数がバーンと下がる。でまた9月10月ちょっと復活をするんですけど、11月12月1月ぐらいになると下がるんですよ。でこれ何かっていうと、まあ、まさに我々がターゲットとしている学生さんたちの、まあ、生活の1年間の生活のパターンにちょっと似てるんですよね。というのは、まあ、多くの大学とか大学院で、まあ、大体4月から研究室配属になりますよね。そうするとやっぱり例えばパブメドの使い方から勉強するわけですけど、まあ、やっぱりこういういわゆる教材を見るんですよね。なのでバーンと再生数が上がります。で夏は夏休みっていうこともあるんですけど、まあ、大学院の入試とかあったりしますよね。なんでまあこういう動画を見てる場合じゃなくて、こう大学院の勉強したりするわけです。でまあ秋口またちょっと戻ってくるんですけど、もうそうするとこの秋冬は皆さんもこういう経験あると思うんですけど、卒業論文を書いたり修士論文を書いたりってこう結果をまとめ出してまとめていく時期なんで、こんな悠長に動画を見て勉強してる場合じゃないんですよね。っていうような感じにちょうどうまいことですね、こう見ていくとこうガタ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 してるのがそれと一致してて、あ非常に面白いなと思って見ているんですけど、まさに今これここスクリーンショット撮ってバーンと伸びてるように見えるのはこれ5月の今年の5月のデータなんですけど、全然前の月と比べてすごく伸びてますよね。まさにその4月5月ぐらいは非常にこう再生数の稼ぎ時でこんな感じになっていて、で今最新のやつだと少しやや下がってるような再生数の記録になっています。まあ、ただそうは言いながらも季節性はありながらもベースラインはどんどん切り上がってますんで、まあ、なかなかいろんな多くの人に認知されて使われているのかなというふうに思います。でこれご自身の勉強に使っていただくのももちろん構わないんですけど、今申し上げたように皆さんの研究室なんかにも後輩とか新入社員の方とかたくさん入ってこられると思うんですけど、皆さんが教育するのって結構コスト高くないですかね。皆さん自身もやることがあるのにこういろいろ教えたりとか、先輩このパブメドの使い方教えてくださいとかって聞きに来られるとちょっとイラッとしますよね、忙しい時に。例えばそんな時にこれを知っておけばですね、統合 TV でパブメドを検索して見ておきなさいというふうにしていただければ、分かんなかったとこだけとか、あとは例えばそのラボ特有の何かこういうクエリを投げた方がいいよとかっていうところだけ教えればいいわけで、基本動作なんかは動画がありますんで、動画は何回再生しても疲れませんので、たくさん使ってくださいということで、私なんかも後輩研究室にいた頃は後輩いましたけど、もう自分が楽をするためにこういう動画を作ってたみたいなところがありますので、まあ、ぜひそういう使い方で使っていただくのも非常にいいかなというふうに思いますし、あとはまあ研究室の中である一つのテーマでちょっと勉強したいなんていう時にもこういう教材として使うという形でもいいと思います。この辺はちょっと今紹介しましたね。はい、であと細かいところで言うとですね、統合 TV のコンテンツ動画自体には DOI っていうのがついてまして、 DOI って知らないという方いらっしゃいます？初めて今日聞きましたという方、 DOI 皆さん知ってますよね？論文とかでなんか DOI.org なんとかなんとかって書いてあるのがあるんですけど、雑誌論文誌なんかには必ずほぼ必ずついてると思うんですけど、デジタルオブジェクトアイデンティファイヤーといって識別紙ですよね。一個一個その1位にこう決まる ID がついてるわけなんですけど、
URL って実は結構変わるんですよ。皆さんご経験あると思うんですけど、ブックマークしといたウェブサイトがつながらなくなったとか結構ご経験あると思うんですけど、結構ウェブURL すぐコロ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 変わるんです。なんですけど、この DOI っていうのは一度決めたら変えちゃいけませんっていうものなんです、基本的には。なのでコロ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 変わらない普遍の URL と思っていていただいて構わないんですけど、そのものが、統合 TV の動画にもついておりますので、いろいろ使い方あるんですけど、一番は何か皆さんこれで勉強していただいて非常に役に立ったなと思ったら、論文に引用していただくとか何か書き物に引用していただくとかっていう時にこの DOI を書いていただくと良いかなというふうに思いますし、我々がそれをトレースすることができますので、ぜひこの辺もご活用ください。これも余談ですが、日本のなんか、日本で DOI を発行する機関がここの JST の中に JALC ジャパンリンクセンターっていうのがあるんですけど、そこで登録をしています。で、日本の、e-learning の教材で付けられた初めてのケースがこの統合 TV の動画の DOI になっているそうです。はい、余談でした。で、あとは、講習会の資料なんかは過去のものがありますよという話をしましたけれども、アジャックス講習会資料というのが、統合 TV のウェブサイトのこの左側に講習会実習資料というところがありますので、ここを押していただくと過去の講習会の資料がすべてまとまっておりますので、今回1日しかなくてちょっと分野がちょっと細かいところしか、やれていないんですけれども、それ以外で例えばパスウェイの勉強したいよとか、あとは何でしょうね、タンパク質の PDBJ の勉強したいとかっていう方はこちらから見ていただくと、ものが見れるようになっております。あとは、以前は統合 TV という名前の通りですね、動画だけだったんですけど、静止画も最近用意をしております。で、ここのこれも左側のこのメニューの一番下に自由に使える画像を探すというリンクがありますけれども、ここに統合ピクチャーギャラリーという形で、元はですね別々のサイトだったんですけど、一昨年ぐらいに一緒になりました。で、ここから見ていただければこんな感じでですね、いわゆるポスターとか、あとスライドとか、あと一方では論文のフィギュアとかにこうポンチエってよく使うと思うんですけど、あの要領で、よく使われるようなこの生命科学分野に関わる、イラストを自分たちで作って、ライセンスを CC BY という、どこで、この統合 TV ってとこから取ってきましたよってことだけ書いていただければ、どのように使っていただいても構わないというライセンスでやってます。で、一般的にはイラスト屋ってあれが有名なんですよね。あれは何も書かなくていいっていう非常に素敵なライセンスなんですけど、我々は一応その出典だけ書いていただくということになってます。で、イラスト屋さんも非常に広範囲でいろんな画像があるんですけど、我々は我々でこんな感じでちょっと今出てきてないですけど、ここにバーッと画像が出てくるようになっておりますので、こういうなんていうんですかね、イメージから、あとはこういう この辺骨格が出てきてるんですけど、骸骨の絵とか、あとはこういう実験機器ですね、これクリオスタットとか書いてますけど、この辺はレーザーマイクロダイセクションのシステムの絵とかっていうようなちょっとニッチなところを攻めて、イラストを作っておりますので、こちらも結構利用例がたくさん出てきておりますので、皆さん自由に使ってみてください。これを使って商売に使っていただいてもいいし、今回企業の方が多いっていうのがあるんですけど、なんか商材で使っていいかとかっていう問い合わせをいただいてるんですけど、それももちろん OK で、出典だけ書いていただければチラシにしていただいてもいいし、何か付加価値をつけて売っていただいても構わないというライセンスになっております。こんな感じですね、ごめんなさい、今ちょっと出てきてなかったんですけど、ちゃんと出るとこんな感じで一覧されて、真面目系の絵からちょっとこうポップな感じのものまで、あとはこういうリアルなマウスの絵とか、このマウスは360度ぐるぐる回るものになっておりまして、アニメーション PNG というものを提供してます。アニメーション PNG っていうと皆さんよくわからないと思うんですけど、LINE ってやってますか皆さん。 LINE でスタンプ動きますよね、こうやって、ものによってはあれアニメーション PNG で作られてるんです。だから同じ仕組みで動く
静止画みたいな形になっておりますので、まあ、ちょっと容量は大きいんですけど、こういうものもいくつか動くものを作っております。ですね、であとは、これ統合 TV 全体の話なんですけど、まあ、いくつか今1500件ほど動画がありますよというお話をしましたけれども、まあ、なかなかその全部を網羅しきれないところもありますので、皆さんがお使いの皆さんの業界ではもうこれは絶対スタンダードで誰でも使うんだけど、そういう動画が使い方の動画がないというケースも多々あると思いますので、もしそういう動画をですね、こう後輩の教材として作ってほしいという場合は、リクエストをいただけると大変ありがたいです。例えばどういう使い方をしてどういうふうに使うのがスタンダード、我々の業界ではスタンダードですみたいな、まあ、例えば筋書きですよね、まあ、そういうようなところも書いていただけると大変に動画作成に助かります。でそのフォームが用意されてありますので、なかなかこうメールを送るのってしんどいですよね。なので、こういうリクエストフォームというのがありますので、いわゆるアンケートフォームみたいな形になっております。こんな感じでちょっとロードが遅いですが、こんな感じでリクエストしたいのは何ですか、動画でも静止画でも構いませんので、送ってください。私が必ず見て、私とあとスタッフが必ず見てですね、検討していきたいと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。あとこれを作ってみたい方っていうのも募集をしていて、これ実は私が全部作ってるわけではなくて、外注でですね、実は学生さんとか、あとは今は過去研究をしてたんだけど今はいろんな家庭の事情で、家にいますとか在宅で働きたいですとかっていう方をいろいろですね、いろんな手段で探してきてですね、作ってもらってます。でオンラインで完結する作成環境みたいなのを、作っているので、東京に住んでなくても OK で、まあ、海外の方っていうのも実は一部いらっしゃいます。で車検がちゃんと出ますので、もし興味ある方、お知り合いでちょっとこういうのに興味があるという方いたら、ご連絡いただければ大変ありがたいです。はい。であとちょっといくつかここちょっとまとめじゃないですけど、習熟度とか、あとやりたいこと別にちょっとご参考になるような、動画をのリンク集を出しております。で先ほど内藤さんの回がありましたけど、ちょっと動画になるのがまだもう1ヶ月弱かかると思いますので、すぐ復習したいという方は、実は一昨年の夏に、同じような内容をですね、秋田県でやっておりますので、すぐ復習をしたいという方はこちらご覧になってください。あとですね、例えば公共データベースから自分のデータと並べるデータを取ってきたいとかっていうようなニーズがあると思いますけれども、まあ、そういう方法については今日実はちょっと時間の関係で紹介できないので、過去にやった回がここに、これが2015年にやった、講習会の内容がありますので、こちらご覧いただけると同じようなことができるようになっております。あと今回ちょっと少ないと思い、基本的には人とかマウスとかのモデル生物をやられている方が多いというようなアンケートだったんですが、一部非モデル生物をやってますという方もいらっしゃったと思いますが、まあ、そういう方向けに例えば、非モデル生物の苦しいところはデータが少ないことですよね、モデル生物に比べると、まあ、なんですけど、例えばモデル生物のデータに見立てる方法、 ID を例えば、外装するとかっていうんですけど、モデル生物の ID と、非モデル生物の ID をこうどれが対応してるかっていうのを自分で作成表を作ってですね、モデル生物、あたかもモデル生物のデータを利用できるかのようにして解析をするという方法が、まあ、一般的によくやられるんですけど、まあ、そのような対応表作りについてちょっと古いですけどこういう回でやってたりもしますので、こちらもご覧になってください。あと、まあ、だいぶ枯れてきた感ありますけれども、 NGS のデータ解析については恒常的に高いニーズがあります。そちらについても NGS っていうタグを、独自につけてですね、紹介をしてますので、こちらご覧ください。であとは、今年はもうなくなっちゃったんですけど、去年まで、過去4回ぐらいですね、2014年ぐらいからやってたんですかね、
東大で門田さんっていう方がいらっしゃって、まあ、その方を中心に NGS のハンズオン講習会っていうのをこの NBDC が主催でやっていたんです。でこれ結構マッチョなハンズオンで、まあ、今回のこの1日のハンズオンで皆さんヒーヒー言われてるかもしれないんですけど、その講習会は1週間月曜日から金曜日まで9時5時でハンズオンでやりますみたいな、そういうマッチョなハンズオン講習会だったんですけど、それをですね我々もそのマッチョに対応してですね動画を全部撮りました。1週間でそれを全部編集して全部公開してあります。でこれ延べですね大変なことにもう50時間ぐらいあります。50時間ですよ。50時間の動画見たことありますか？気が狂うと思うんですけど、まあ、ただ一方で、まあ、これ我々は自信を持ってるところは NGS で飯を今後食っていきたいなと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、まず騙されたと思ってですねこの50時間見てみると良いと思います。で門田さんもそういう気持ちでこの講習会をやられていてですね、これを頭から尻尾まで見て分かんなかったらもうちょっとよほど向いてないか我々の教え方が悪いかということを言っていたので、おそらく前者なんだと思うんですが、まあ、いろいろ最近は NGS の書籍もたくさん出てきてて結構カジュアルに皆さんできるようになってきてはいると思うんですけど、これ無料で見れますから、まあ、無料が果たしていいのか悪いのか、まあ、ちょっとまた別の議論になるかと思いますけど、これをちょっと見ていただくと良いと思います。で一番最初の回は実は NGS 解析をするにはそのコンピューターがどうやって動いてるかから分からないとなかなかトラブルに対応できないですね。なのでコンピューターはどうやって動いてますかから始まるんですね。第1章は CPU って何ですかとか、メモリって知ってますかとか、そんな知らなくていいじゃないかと思うんですけど、結構ねそういうところでこけるんですよね。なのでそこを知らなきゃいけないという信念のもとですねやっておりますので、この一番最初からで後半になると、まあ、繰り返しになるので、まあ、アップデートの部分だったり、別のテーマだったりでいろいろくら替えしているところはあるんですけれども、基本的にはどんどん内容が新しくなっているというふうに思いますが、これも昨年で終わっちゃってしまっているので、まあ、内容としてはちょっと古くなっている部分もあると思いますけれども、基本的な部分はそう変わりませんので、こちらご覧いただくといいと思います。はい、このぐらいにしておきます。はい、で、あとですねごめんなさい、これちょっと加えたんですけど、今日午前中三橋さんの回で統合バーというのが紹介されましたけど、疾患とか多形とかあと変異に関係するデータベースは昨今はかなり興味が皆さんの興味関心が上がってきているなというのを感じるわけなんですけども、統合 TV でもこういう例えばこれコズミックと読みますけれども、こういうデータベースとか TCGA とこれがんのいろんな変異のデータを集めたようなデータベースが国際コンソーシアムのデータベースがありますけれども、まあ、そういうものも各種取り揃えておりますので、この多形とかっていうのに、タグが振られていますので、まあ、こちら見ていただくと、まあ、疾患と多形の関係とかに関わるデータベースを勉強しようと思えばおおよそおさらいができるかなというふうに思いますので、ご興味ある方はこちらご覧になってください。統合 TV 大体以上ですけどよろしいですか？ご質問あいただきました。なぜ東大の NGS ハンズオンをやらなくなってしまったのですが非常に残念ですという、僕もそう思います。で関係者後ろの方にいるんですけど、ちょっと苦笑いをされてますけど、なんかいろいろあったみたいですね。いろいろあったみたいで、なくなっちゃう発展的解消というふうに私は聞いておりますが、まあ、その代わりにこういう夏に東京でこれ1日だけですけど講習をやろうというふうになったようです。そのぐらいでよろしいですか？で一応もうこの先ほど紹介をしましたが、これ非常にいい質問ですね。ありがとうございます。こういうのいいですよ。こういうの非常に答えづらい質問いいですね。はい、で一応蓄積としては延べ200時間以上こういう動画がありますので、そこまで陳腐化はしていないと思いますので、まあ、この通り動かなくないようになってるっていうケースも多々あるとは思うんですけど、コンピューター業界そういうもんなんです
もう1年前に動いてたプログラムが動かないなんていうのはざらにある話なので、まあ、そこを自分でキャッチアップできないとダメだよっていうのが、加藤さんの教えの一つだったように思いますので、質問の答えになってますかね。一応そんな感じになってます。とりあえずこれで加藤さんの東大の NGS 講習会は役目を終えただろうというふうな感じになっております。で、まあ、NBDC あるいは BBCLS の方でもこういう、まあ これと全く同じものではないですけれども、まあ、こういうハンズオンの講習会を、まあ、できるだけいろんなところで開いてですね、皆さんの、サポートができればなというふうに思っております。そんな感じでよろしいですか。はい、それでは、今2時45分になりましたので、あと1時間切っております。55分ぐらいで2つデータベースを紹介していきたいと思います。よろしいですか。はい、では、最初にですね、最初にじゃない、1個目は、1個1個の遺伝子の発現プロファイルを調べたいというニーズがあったときにどういうものを使ったらいいかという回です。これ手前味噌で大変申し訳ございませんが、これ私たちが作っておりまして、私が作っております。レフェックスというものを一つ使えるんじゃないかと思って、紹介をしたいと思います。でこれレフェックスというふうに読みますけれども、リファレンスエクスプレッションデータセットの略でレフ X ですね。でこれ何ができるかというと、脳学的にはですね、この遺伝子発現解析の基準となるデータを快適に検索できるというところを目的にしたウェブツールになっております。でこういうの URL から飛んでいくことができます。でこんな感じの、トップページになっておりまして、なるべく多くの方が、迷うことなくもうすぐポチ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 押していただければ、いろんな発現状況が分かるようなインターフェースを目指して作っております。これ検索で2ページ目開けるとこんな感じになってます。検索結果が出てきて、で個別のページがそれぞれ表示されると、だいたいこの3パターン、トップページ、検索結果一覧、個別のページ、もうこの繰り返しですね。こういうページになってます。で何を、中に入っているかというとですね、公共データベースにあるな、まあ、これ何をリファレンスにするかっていうちょっと課題設定からなんですけど、リファレンスって言っても人によって違うんですよね。考えるリファレンスがね、病気のリファレンスなのか、なんか実験条件のリファレンスなのかっていろいろあるんですけど、公共性が高いというか、皆さんユーザーがなるべく多いやつを我々選びたいなと考えまして、ここでレフェックスで提供しているのは正常組織とか、あと何のなんていうんですかね、処理をしていない細胞株とかの、遺伝子発現のデータをですね、世界中の公共データベースから探してきて、我々の方でダウンロードをして、並列に並べられるようにいろいろ処理をしてですね、でここのデータベースに突っ込んでウェブサイトから皆さんが検索できるような仕組みを作っているというふうな形になっています。まあ、そこの部分が再利用整理というふうに書いてある部分です。で遺伝子発現のデータといっても、いろんな手法、実験手法が世界中にありまして、まあ、その中でもまあメジャーだろうというふうに考えている4つの異なる実験手法をのデータを取ってきてます。で、その中身としては EST というエクスプレストシーケンスタグっていう、どんぐらいですか、20年ぐらい前から出てきてるやつだと思うんですけど、サンガーシーケンスでこうエクスプレッション、なんだ、転写産物をこう読んでいくみたいな、結構レガシーな手法ですけどのものですとか、あとはこれジーンチップって書いてありますけど、これアフィメトリクス社のマイクロアレイのデータ、であと KGRNA シーケンスっていうのは、これ NGS で出力されたデータです。なので左から右にどんどんテクノロジーとしては新しくなっていくというような感じになっています。でこれらの実験手法で得られた正常組織とか初代培養細胞とか細胞株のデータを中に収録しております。で一番新しい、追加はですね、このファントム5のケージっていうデータがありますけど、このデータがですね、人で556種類、
マウスで286種類のデータが追加されています。でこれが追加される前は実はあの正常組織の最大40臓器が最大のものだったんで、数としては最大だったんですけど、それを一気にワンオーダー高くなって500種類以上のサンプルがドカッと入ったというふうになっております。で掲載しているデータとかオリジナルデータの詳細についてはあのリンク先をちょっとご覧いただければ詳細が書いてありまして、どういう ID で、皆さんもこれオリジナルデータ全て取得できるものになっておりますので、ご覧になってみてください。で、このツールでできることとしてはいろいろありますけれども、いくつか具体的なものとしてはですね、まず最初正常組織における、普通に遺伝子発現データを調べることもできます。で次にですね、この測定手法が4種類ありますよという話をしましたけれども、意外に皆さんが思うほど遺伝子発現のデータって一致してない、一致してるデータももちろんあるんですけど、一致しないケースが多々ありますので、この測定手法によってどう違うかっていうのを、今まではこれがないとあの個別のデータベースからこう取ってきてですね、自分で処理をして並べて本当かどうかっていうのを検証しなきゃいけなかったんですけど、それが簡単にできますよというのが一つあります。でもう一つは、組織特異的遺伝子って皆さんどうですか、よく使われますかね。例えば肝臓でよく発現してますよとか、心臓でよく発現してますよとかっていう遺伝子、ポジコンにしたりとか、一方でネガコンにしたりっていうケースもあると思うんですけど、結構実験系のラボではよく使われるんじゃないかと思うんですけど、それのデータって皆さんどこから取られてますかね。多くはやっぱりなんか有名な先生の書かれたレビューとかで、ホゲホゲという遺伝子は昔から特異的に発現することが知られている、かっこリファレンス何みたいなところを例えば論文で引用してこれをポジコンにしましたみたいな書いてると思うんですけど、我々はそうじゃなくて、バイアスのないデータからですね、発現パターンから肝臓だけで発現している遺伝子は何かっていうのを、バイアスのないデータとして検索をすることができます。これ後で紹介しますのでちょっと講述します。であとは今回のテーマなんかでもそうですけど、遺伝子発現解析なんかでよく出てくる数十数千の中からさらに絞り込んでって、例えば10個に絞りましたけど、この10個の関係性がよくわからないっていった時に、その関係性がどういう発現パターンから何か見出せないかなっていうようなヒントを与えるような、使い方なんていうのも想定して我々はこの、ウェブサイトを構築しております。あとは我々の公共データベースからデータを取ってきましたという話をしましたけれども、これあのまさにそのレフェックスに載っているデータもですね、あの自由に利用可能になっております。でオリジナルデータをどうやって処理したかっていうのの詳細もあの GitHub というウェブサイトに全て載っておりますし、処理したデータは全て、例えばあとはサンプルのアノテーション、この遺伝子はどういう ID でどこから取ってきましたなんていう話のことをアノテーションとかって言いますけれども、その全てのデータっていうのは Figshare っていうウェブサイトに全て載っておりますので、全く同じものを皆さんの手元で解析することができるようになっております。でいくつかですね、あの論文なんかでもあのこの活用をいただいて、ここに今オンコジーのジャーナルを載せてますけど、この例なんかではザ・レフェックス・アナリシスとかって書いてくれてですね、あの活用していただいてます。でここにちょっとどういうふうに使ったかなんていうのをちょっと書いたんですけど、この場合はですね、がんの研究者がまさにその発現解析で絞り込みに使ったというふうになってます。で数百個何か候補の遺伝子があったんですけど、これをですね、数百個を候補遺伝子とか治療標的として使いたいっていうんで、数百個じゃやっぱテストするの大変ですよね。なのでもう少し効率的に絞り込めないかということで目をつけていただいて、レフェックスを使っていただいた経緯があります。でこれがんの治療標的なので、彼らが仮説したところはですね、候補遺伝子なんで、これ正常組織において発現が低ければ、そこを治療標的とすれば何か副作用とか悪影響が少なくなるんじゃないかっていうふうに考えて、レフェックスで正常組織で発現量が低い順とかでこの数百個の候補を絞り込んでいったという、そういうサクセスストーリーになってます。でそうするとですね、実際にこれでレフェックスで確認をして、追加確認実験に優先順位付けをしてですね、やってったところ、かなり全部数百個調べる前にですね、それっぽい治療標的が見つけることができましたというふうなストーリーになってます。
なので結構こんなようなケースって、まあ、治療標的じゃないにしても発言解析でこれ どっから手をつけていいか分かんないんだけどっていうリストをお持ちの場合はですね、まさにこんなような使い方ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひちょっとまあもし詳細はですね、私いい加減に喋っちゃったんで、この現状をちょっと見ていただければいいなというふうに思います。あと最近ちょっとこの業績リストみたいなのを整理しまして、こちらの DBCLS のウェブサイトから、レフェックスを引用した論文の一覧みたいなのが見られますので、まあ、この先ほどのオンコジーのジャーナル以外にもいろんな利用例なんかが出てきてますので、まあ、そちらもご覧いただければなというふうに思います。はい。あ、で論文がですね、つい本当これ実は8月29日、去年の8月29日にパブリッシュになったというのをなんか昨日調べてて気づきまして、丸1年経ったという形になっております。去年サイエンティフィックデータというジャーナルに出ております。あと日本語でいくつかなんかインタビュー記事みたいのとか、あとこういう新着論文レビューに日本語で中身が書いた脳書き書いたやつがありますのでご覧になってください。あと使い方については統合 TV が用意されております。それではちょっと実習ということで皆さんのお手元のマシンにで、実際にやっていきたいと思います。でレフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索するというふうにやってみたいと思いますので、分かる方はどんどん先に進んでいってください。もうこれ書いてある通りやればできるようになっております。でこれでやっていることはですね、よいしょ、順にやっていきますが、レフェックスを開きます。開きました。で画面中央に、組織特異的に発現する遺伝子を見るというところにこの臓器のアイコンみたいなのがありますよね。これがまさにその臓器、これ最大40個ありますって先ほど話をしましたけれども、その40個についてリンクがそれぞれ設定されております。でこんな感じでマウスオーバーをするとですね、さらにこの細分化されて、この一番左上なんかはこれ脳ですね、脳神経系なんですけど、脳神経系の中でも例えば大脳特異的なのかとか小脳特異的なのかとかっていうふうに細かく分かれております。で今回はちょっと分かりやすい例ということで恐縮なんですけど、左から下の列の左から2番目に肝臓の絵があると思いますけれども、この肝臓を例にちょっと説明していきたいと思います。で肝臓をクリックしていただくと、こんな感じで出てきましたが、これでもう肝臓特異的遺伝子が検索できたんですね。すごくないですか。もう一瞬ですよ。ググるなゲゲゲのもほど早くはないかもしれないですけど、まあすでに計算してあるのでただリンクを出してるだけなんですけど、このぐらいのスピードで各組織の特異的遺伝子を検索できるようになっています。で今ここにですね件数が出てますけど、470件肝臓特異的な遺伝子が出てきております。でごめんなさい、遺伝子といったらちょっと正確ではなくて本当は件数っていうかレコードの数なんですね。というのは、どっかいい例がないですかね。ちょっとここあんまりいい例がないんですけど、ものによっては同じここ遺伝子の名前なんですけど、こことここが全く同じものが出てきているケースっていうのがいくつかあります。でこれなんでそうなってるかというとですね、先ほど4種類の異なる実験データを全部マージしてますよって話をしたんですけど、ここに実はそれぞれのこの遺伝子の ID が書かれております。ここにでこの 4つの組み合わせが必ずどこか異なってます。同じのがこう並んでるように見えるんですけど、必ずこの4つのうちの1つは違うというふうになってます。っていうのは1個でまとめちゃってもいいんですけど、それぞれのデータベースで定義している遺伝子の箇所が違うんですよね。先ほど内藤さんの回でそんな説明があったと思うんですけど、データベースによってここからここまでがその遺伝子ですよっていう定義をしているのが微妙に異なってるんですっていうような話が内藤さんあったと思うんですけど、それの実例に近いところがあって、レフセック ID ではこの遺伝子はここまでなんだけど、例えばジーン ID は違いますよっていうのが、まあ、たまにあるんですね、そんなようなことが。でそれを全部吸収しようとすると、
いくつか代表的な、さっき質問も出ましたけど、代表的なやつでマージしちゃうっていう手もあるんですけど、そうするとなんかデータがその分消えちゃうんで、ちょっともったいないような気がしませんかね。なので私たちちょっと冗長になってしまうけれども、この一つも組み合わせが被らないというのはもう別の遺伝子みたい、別の件数としてカウントしてますので、実はそういう意味でここの470個は470遺伝子あったわけではなくて、データベースの中で470件あったっていうことなので、遺伝子の数としてはもう少し少なくなってるというふうに考えて間違いないと思いますので、まあ、ちょっとその辺ご理解いただければなというふうに思います。はい、ごめんなさい、余談が入ってしまいましたが、で次3番ですね。で検索結果一覧が表示されました。で検索結果の一覧では相当項目の切り替えですとか絞り込み検索リストへの追加ができますけど、これはちょっと後で紹介をしていきます。で4番、各遺伝子の青い字の部分をクリックすると詳細情報を閲覧できますと書いてあります。皆さんやってくださいね。で今回この2番目のフィブリノーゲンアルファチェーンを例として挙げております。そうするとこんな感じで出てきます。こんな感じですね。こうすると個別の遺伝子が出るというふうになっております。こんな感じですね。でここ見ていただくとヒートマップオンボディパーツ 3D というのが一番左側に出てきていると思いますけれども、これ人体の 3D のマップが出てきていると思います。これは発現パターンをですね、マイクロアレイのデータだけなんですけど、発現パターンを人体のこの 3D のマップに色ヒートマップで表現をしております。で今回は肝臓特異的遺伝子なんで、ここいくつか、これ体全体が今出ます。でこれが体幹の部分ですね、このここの首から腰までの部分で、ここが頭頭部みたいな形で出ます。まあ、頭部は今回関係ないんでちょっとあれなんですけど、今回体幹 で肝臓がこの大きい臓器ですね、肝臓が赤くなっているのが分かると思います。でもこれ肝臓なんで、まあ皆さん分かると思うんですけど、例えば膵臓とか脾臓とか結構マイナーな、どこにあるかよく分からないような臓器の場合は、例えば背中が、なんか背中側に実はあるんだとかっていうのが、まあ直感的に分かるような仕組みになっております。そうです。あとアニメーションも表示ができて、ぐる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 回すことができて、ちょっとこれ皆さんのところで重いかもしれないんですけど、ちょっと待っていただくと、このマネキンみたいな、こんな感じですね、こんな感じでぐる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 回りますので、さっき言ったその例えば、なんだ、腎臓とか後ろの方にありますよね、背中側に、そういう時は背中側をこうやって見ていただくといいよというふうになってます。はい、はい、そうですね。で次6番で、右側がこれが実際の発現データで一番重要な部分になると思うんですけど、組織40分類別データっていうところが出てきまして、マウスオーバーをするとですね、どの臓器で、こんな感じでちょっと見えますかね、よいしょ、例えば腎チップで肝臓だと、まあ、10.71 っていうエクスプレッションのバリューが出てますっていうか出てきたりとか、ケージだとこういう値が出てきますとかっていうのが、まあ、こういう表示が出てきます。でこの辺は発現が全然ないですよとかっていうのが出てきます。次にで7番でダウンロードをクリックするととありますけれども、ここですね。でここのダウンロードを押すと、この個別の遺伝子がのデータが、この40分類別のデータがテキストでダウンロードできますので、お手元の Excel とかで、実際のデータのバリューの値なんかを一覧することができるようになってます。で、8番で下の方に行ってですね、詳細情報で ID の一覧みたいなのがありますけれども、これですね、ここに先ほどライブいろんな ID がありますよって話をしましたけど、でここで書いてるのはこのプローブセット ID にもリンクがついていていますよという話で、ここから何が見られますかっていう話なんですけど、これまさに先ほど内藤さんが説明されていた Google 内のリンクなんですね。でこれ何の ID かというと、プローブセット ID と書いてあって、先ほど説明のあったアフィメトリクス
のマイクロアレイの ID なんです。で、内藤さんが説明してくれたんで詳細を省きますけど、実際どこにプローブが立っていてどこの領域の遺伝子発現を見ているかっていうのを調べることができるということなんです。で、これなんかもフィブリノゲンのアルファチェーンですけど、こんな感じでこういう部位で、一番下か、こんな感じですね。こんな感じです。で、フィブリノゲンアルファチェーン結構大きいんですけど、これご覧になって分かる通りで、お尻の方に設計されてるんですね、プローブが。で、アフィメトリクスはどうしてもやっぱり、まあ、設計上この3プライム側にこう設計されてるのが多いんですけど、基本的にはこういうのお尻の発現を見てるんだっていうふうに、これで初めて分かりますよね、見て。で、これを見ないで、フィブリノーゲンアルファチェーンが発現してるとか発現してないとかって何て言うんですかね、論文とかで言及するのは結構危険で、例えばよく話をするんですけど、バリアントの研究をしてて、スプライシングバリアントが例えばこの前の方にあるケースってよくあるじゃないですか、トランスクリプトバリアント1と2と3とあってみたいな。で、ここの組み合わせで全然変わってそれの議論をしてるのに、アフィメトリクスのマイクロアレのデータを使って何かものを言おうとすると全然関係ないんですよね、そのバリアントとは。っていうような風に、実はちゃんと自分でこうソースを追わないと、発言のバリューだけ追っかけててもちょっとミスリード してしまうことが多いので、どうやってその発言値が出てきたのかっていうところまでちゃんと自分で把握をしておかないと、実は発言解析の落とし穴みたいなところがあって、全然関係ないところに結論が導かれてしまうみたいなことがあるので、こういうちゃんとトレーサビリティというか、自分がどのデータを見ているのかっていうのをちゃんと自分で把握しておくというのが重要で、それができる仕組みが Google なに用意されています。はい、そういう説明でした。だいぶ時間がなくなってきましたね。遺伝子オントロジーをクリックするとというところがありますけど、その Go タームを持つ他の遺伝子を一括で検索できます。ジーンオントロジーを今日初めて聞いたという方いらっしゃいます？ちょこっといらっしゃる、ちょこっといらっしゃる、ちょこっといらっしゃる方は、ジーンオントロジー、ここ説明がちょっとリンク先あるかな、あ、なんかありますね、ここにちょっと書いてありますけど、ちょっとこれをこっそり読んでおいてください。そんなに難しいことではなくて、遺伝子の機能の説明をですね、世界共通の語彙で記述をしようという、そういう世界的なプロジェクトです。で、その遺伝子の機能について記述がしてあるので、こっちか、例えばフィブリノーゲンアルファチェーンっていうのは、実はこのブラッドコアギュレーションっていうのが血液の凝固に関係してるっていう機能の情報のジーンオントロジーのタームがついてるんですけど、まあ、これに関係するこの、じゃあフィブリノーゲンアルファチェーンの仲間は何だろうなっていうのを調べたいときに、この GO のところをやっていただくと、このレフェックスの中に入っている血液凝固に関係があることが知られている遺伝子の発現パターンを一括で調べることができるという機能です。で、これだと、さっきより増えて1700件ぐらい中にあって、一番上に出てきたのはアルブミンとか、まあ、この辺は結構メジャーなものだと思うんですけど、こんなのが出てきてます。で、ここで出てきたのは必ずしも肝臓特異的ではないんですけど、今回は、血液凝固に関係しているという絞り込みで出てきています。で、その結果はここですね。例としてブラッドコアグレーションをクリックしてみましょうということで出てきています。で、最近追加されたファントム5ケージがどこで見られるかという話が10番なんですけど、10番では上の方に戻っていただいて、この組織40分類別のところのこの上に、実はこんな感じで2つタブができているのが分かるかと思うんですけど、ここの右側がファントム5のその500個のサンプル、人で500個ぐらいのサンプルが入っているデータが見られます。で、今までは40個だったんで、こういうヒストグラムで見られたんですけど、500個あるとこうなかなか見切れないよということがあったので、新たにちょっとビューアーみたいのを開発しています。で、それがちょっとこういうシンプルなビューアーなんですけど、これ実はここの、四角形がこれドラッグしてこう動かせます。で、
ここから分かる通りで、500個のサンプルがここからここまで並んでます。これが550何個目でここが1個目のサンプルなんです。なので一目でその500サンプルがどういう発言の発言量、発言量がこれ高ければ高いほど上にこうバーが来てるんですけど、全部500個を見るのしんどいんで、まあ、大体が発言してるところか発言してないところを見るのが大体常かと思うんですけど、なのでこの場合は真ん中辺がなんか高いの立ってますよね。なのでバーって動いてって、この高いのは何だろうなっていうね見てみて、これでやるとちょっと 見えますかね。ヘパトサイトって書いてあるんですよね。でヘパトサイトはあの肝細胞ですね。肝細胞、あの肝臓を構成する細胞ですけど、初代培養細胞のヘパトサイトが発現が高い、まあ、これ非常にリーズナブルだと思うんですけど、まあ、それ以外にじゃあこっちの方見ていくと、これは確かユニバーサルかな、これはポジコンですね。ポジコンのユニバーサル RNA で、この辺が、あこれもか、そうか、これか、あこれもユニバーサルか、よし。でこれが胎児の肝臓ですね、こんな感じで出てきてます。で普通の肝臓もいるはずなんですけど、リバー、あでここのここにですね、あの検索窓があるので、ここにサンプルの名前で入れていただくとヒットしたのがこんな感じでオレンジ色になります。でリバーで検索をすると、あれ1件しか出てこない、こんな感じで出ますし、例えばあとはヘーパートとかってやるとですね、あの細胞株、肝臓の細胞株なんかも出てきます。これなんかはヘパトブラストーマのセルラインなんで、肝臓がんのよく使われるがん細胞株での発現なんかが見ることができます。この隣もそうですね、ヘップ G2 って結構有名なあの肝がんの細胞株ですけど、まあ、そんなのが出てきます。でこの500個のサンプル何が入ってるかっていうのをちょっと詳しく、調べたい方はですね、ここのファントム5ケージのサンプル情報一覧はこちらというところから、見ていただくと出てきます。これちょっとでかいんですけど、Google のスプレッドシートで公開をしていて、こんな感じでシートになってまして、それぞれがこれちょっと重いんですけど、ここにサンプルのデスクリプションが書いてあります。ちょっとこれ今画面が狭いんで こっち側に行けないんですけど、こんな感じでこれサンプルの名前でこう追っていくとですね、ファントム5の URL と書いてあって、これあのファントム5ってやうと理研の横浜の研究所のプロジェクトなんですけど、そこのオリジナルのところに どういうサンプルからこのデータを取ったかっていうのがここから見られるはずなんですが、これもこのページもちょっと重いんですね。こんな感じで、でサンプルが返ってこないかな、あ返ってきました。で、アディショナルインフォメーションで、今アミダラっていうこの組織を見ましたけど、このアミダラの組織も例えばこれが男性のアミダラなのか女性のアミダラなのかっていうのが結構変わってくる臓器なんかもあると思うんですけど、そんなのが実は彼らがちゃんとアノテーションをつけてくれていて、これはあの女性で76歳の方のアミダラだというようなことが分かります。あとこう どこで取られたかとか、どういう方法で取られたかなんていうのがちゃんと記載をされているということになっておりますので、まあ、その辺細かい点気になるという方はこのオリジナルのリソースをご覧いただければ、参照することができます。でちょっとだいぶ時間が押してまいりましたので先に進みます。でこの辺ちょっと説明を今しました通りですね、口頭で説明をしてしまいました。はい、こんな感じです。あの図でまとめるとこういうことですね。サンプル名で検索ができるし、この右側の窓にサンプル名と発現地とサンプル名のサンプルの分類が出てきますよというふうになっております。はい、ということでちょっと一回検索結果一覧に戻りました。これあの肝臓特異的遺伝子の一覧です。で分かんなくなっちゃった方はトップページからまたもう一回このここを選んでください。おっとなんかバグってるぞ。はい、こんな感じですね。で、今
からやるのは11番で、相当切り替えてみるとどういうふうに変わるかって書いてあります。相当ここですね。で今は、組織の特異性が高い順に、並んでいますけれども、ここいくつか発言量とかで変えることができるんですが、一番ちょっとユニークだなと考えているのは注目度の高い順低い順というので相当ができるようになってます。でこの注目度の高い順低い順って何を根拠にそんなことを言うのかというんですけど、これはですね、実はパブメド、皆さん使われてると思うんですけど、パブメドに登録された論文で、実は中のそのキュレーターとかアノテーターっていうその中を見てデータベースを整理している人が NCBI にいるんですけど、その人たちがこの論文はどの遺伝子について調べた論文なのかっていうのを一個一個こうタグ付けしてるんですよね。でその情報っていうのは実は誰でも入手ができて、ジーン2パブメドっていうなんか、データセットというのか、その一覧表みたいなのがダウンロード可能なんです。でそれを我々の方でも入手をして、でそれをの順に並べ替えています。でつまり注目度の高いっていうのは、パブメドに掲載されている論文で一番標的にされている遺伝子が一番注目度が高いんです。ちなみに1位は何だと思いますかね。皆さん分かりますか。世界中で一番注目度の高い遺伝子、研究者が多い遺伝子、なかなか参入したくないですよね、そういうところは。これは P53 なんです。差もありなんていうところですけど、P53 が一番激戦区ですね。でってことは、研究者、我々研究者はなんていうんですかね、ひねくれ者なんで、やっぱり人気がないところに行きたいですよね。そうするとやっぱり注目度の高い方よりも低い順の方がなんかうまみがありそうだなっていうふうに思うのは、やっぱ皆さんね、ご納得いただけると思うんですけど、これはだつまり論文になっていない順というふうに読み替えてもいいかもしれません。なのでこれ肝臓特異的発言をするっぽいんだけど、まだ人の手垢がついていない順に並んでるというふうに読み替えてください。で本当にそうかどうかはちょっと我々担保しないですけど、どうやらそうらしいと、発言パターンからはどうやらそうらしいということが分かります。そんなようにですね、いろいろこう相当で並べ替えたりしてみることができるよという話です。であとは、絞り込み検索、ちょっとこれ時間がだいぶないんでここ飛ばしたいと思います。いろいろ絞り込みます。この470件あるんで、これでも見切れないよという場合があると思うんですけど、遺伝子の名前とか、あとオントロジーとか、あとデータセットを全部含むかどうかなんかでも、この右側でですね、こんな感じでクリックしていただくと、その言葉を含むか含まないかで絞り込みができますので、ちょっとこれやってみてください。今日はちょっと割愛します。であとリスト機能だけちょっと紹介させてください。で、13番来ました。で遺伝子これ並んでるんですけど、いわゆる買い物カゴみたいな形でリストしておくことができます。でここの個別の遺伝子の一個一個にリストに追加するっていうボタンがあると思うんですけど、ここを押していただくと、ここのリストを見るというところに1位とかってなったと思います。これ皆さん Amazon とかで買い物されると思うんですけどね、買い物カゴみたいな感じですよね。でこんな感じで1個2個3個ぐらいこう追加していただいて、そうすると3個ってなってます。でそしたらここをクリックしていただいて、あなたが今までこうリストした遺伝子をここに貯めておくことができます。でこれブラウザのキャッシュを消さない限り、クッキーを消さない限りずっと残ってますんで、メモ帳というかちょっと取っておきたいっていうような時にここ使ってみてもいいと思います。でこのメモ帳の中から、最大でちょっと3つまでなんですけど、並べて比較することができます。で比較したいものをこう比較するってしてもらって、で3つ選んだらですね、遺伝子を並べて表示ということをします。そうするとこんな形で、個別の遺伝子がですね、並列に3つまで並べて見ることができます。でこれ実はちょっとファントム5ケージは見ることできないんですけど、40分類のデータに関してはこんな感じで並列に並べることができます。でここにちょっと書いたんですけど、なんでこんなことができるといいかっていうと、これ今肝臓特異的遺伝子を上から3つ選んで載せたんですよ。で当然肝臓で発現がこう高いわけですよね。こう
そうするとまあ普通に考えたらまあ機能も一緒かなと思うわけですよ。発言が似てると機能が似てますよね、おおよそ。なんですが下の方に行ってもらうと、先ほど出てきた遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーのどういうタームがついているか、もうタームがついているっていうのはつまりはどういう機能が知られて、その遺伝子がどういう機能を果たすかっていうのを知られているかの情報なんですけど、そこを見ていただくと、これちょっと驚くべきことに、これ差分を表示してるんです。でここの線がピッて引いていますよね。これはこの遺伝子がここの例えばアンドロジェンメタボリックなんとかっていうのをタームがついてませんよってことなんです。このついてない情報っていうのは結構重要で、普通皆さんインターネットで NCBI とかで遺伝子のこういう機能なんかを調べたときに、まあ、これは見ると思うんです。でこれは見て、ほうほう、あ、血液凝固に関係してるんだこの遺伝子はと思われると思うんですけど、意外に重要なことってこう並べてみて、その持ってるか持ってないかの差分が分かるっていうことが結構重要で、これに意味がありそうですよね。とするとここの意味するところは、この左側の遺伝子は血液凝固に関係してるんだけど、血液凝固に関係していて肝臓特異的な発現パターンを示してましたよね。だけど真ん中の遺伝子は肝臓特異的発現パターンを示しているんだけど、血液凝固には関係してないらしいんですよ、 今の知識だとね。であと隣の遺伝子も全然関係してない、別のところで働いてますよっていうことが分かると、ちょっと見方が変わってきませんかね。この組織特異的に発現しているパターンは一緒なんですよ、パターンは一緒なんですけど、実は、まあ、肝臓っていろんな働きしてると皆さんご存知だと思うんですけど、全然違う機能をしてるんですね、この3つの遺伝子っていうのは。肝臓特異的遺伝子の仲間なんですけど、っていうようなことがこの差分を見て初めて分かると。で今これは答えが分かりきってるケースなんで、そりゃそうだよと思われる肝臓の専門家の方いらっしゃったらちょっと申し訳ないんですけど、そりゃそうだよと、この遺伝子は3つ働きが違うに決まってるじゃないかと思うんですけど、これをじゃあ皆さん自分の研究に立ち戻って考えてみていただいたときに、よく働きのわからない3つの遺伝子を並べたときに、なんか共通点がある、あるいは共通点がないっていうのも一つ情報なんですよね。働きが違うわけ、働きが違うのかもしれない、同じだと自分は思ってたんだけど、実は全然ジーンオントロジーのついてるものも違うし、発現パターンもバラバラだし、としたらどういうことなんだろうっていうようなことを、このバイアスのないデータから何か考えることができますよね。でこれは論文を読んでても分かんないんです、多分差分が分かんないと分かんないんで、っていうふうに、これはまあデータベースを一つ使って何かなんていうんですかね、仮説駆動型ではないデータ駆動型の、仮説生成みたいなものをツールとして使えるんじゃないかというふうに我々考えて、こういうものを作っています。だいぶ時間がなくなってまいりました。いつもこうなんです、レフェックス説明が長くなってしまいます。で、まあ、そういうことなんですわ、脳書きは。で、まあ、あとは皆さん使っていただいてですね、これ使えるかどうかちょっと検討していただきたいんですけど、まあ、ちょっと他の例なんかもちょっと出してみて、いくつか自分のテーマに研究するとか興味のある遺伝子検索してみてください。どうですか、ちょっと筋のいいデータが出てきてますかね。筋がいいデータが出てきてると大変嬉しいんですけど、ちょっと 2,3 分やってみてください。でごめんなさい、説明しなかったんですけど、レフェックスは人とマウスとラット、一応この3種類だけになっております。ここボタンポチッと押していただくと、切り替わります。マウスでラットです。で人マウスラットの順にデータセットの数が減っていきます。人が一番リッチです。でこれもよく例、皆さんお手元でやってくださいね。私余談がてら話すんですが、オクト4ってあれご存知ですか。オクト4ご存知ないという方、結構いらっしゃる。あ、本当ですか。オクト4、オクト4ですよ。そうですか。オクト4はですね、本名パウクラス5ホメオボックス1って言うんですけど、これ山中先生 iPS のあれですわ、山中ファクターの一丁目一番地の遺伝子ですね。これは今日テストに出ますよ、必ずね、覚えておきましょう。でこの
オクト4の偉いところは、いわゆる皆さん脳書きで聞いたことあると思うんですけど、 ES 細胞とか万能細胞でしか発現しないよっていうのは、ものの本とか論文とかでご覧になったことあると思うんですけど、皆さん本当にそれ調べたことあります？データベースとかで。 嘘ついてるかもしれないですよ、山中先生といえども。っていうことなんですよね。ノーベル賞取られたんで本当なんですけど、いや、疑ってかかるのはね、研究者の正しい態度だと思うんですけど、それを本当にそうかなって調べてみるのは大事なことで、それ調べることができます。で、これファントム5ケージの方で見ていただくと非常にクリアで、見てください、これ我々がデータを入れるのをサボってるわけではなくてですね、オクト4本当に発現してないんですよ。これしか、これなんでしょうね、これテトラカルシノーマのセルラインなんで、万能細胞の一歩手前というか、一歩先というのかの、ね、万能性のある細胞株ですけど、本当にこういうのしか出てなくて、これちょっとまた答えが違うんで、こっちの方を見ていただくと、これが ES 細胞なんですよ。 ES 細胞で、この隣がiPS 細胞なんですよ。すごくないですか、本当なんですよ。っていうの、皆さんね、これ今日調べられましたよ。これ同僚の方に自慢してくださいね。同じ感じでパクって構いませんので、本当に調べたことあるって、山中先生嘘ついてるかもしれないよって、結構これウケるんで僕いつも言うんですけど、これ使ってください。本当なんです。で、これもでいいところは、本当に発現してないってことがここから分かるんですよ。これネガコンになりますよね、他の ES 細胞とか iPS 細胞の研究じゃない研究のネガコンですよね。他のサンプルではもう出てないんですよ、発現してないんですよ。ほら、ゼロ、見てください、ゼロですよ、発現しないんですよ。とすれば、山中先生も正しいし、このファントム5ケージのデータも正しいんですよ、多分。としたら、皆さんの追っかけられてる遺伝子でちょっとこれ調べてみたくなりません？皆さん多分550サンプルで皆さんの追っかけられてるそのキーになる遺伝子の発現パターンなんて調べたことないですよね。なので、意外なサンプルで発現があるかもしれないし、意外なサンプルで発現が全くないかもしれないというのを調べることができますよ、という、こういう使い方ができる。発現してないっていうのも重要な情報の一つなんですね。発現してるのも重要なんですけど、というわけでレフェックスはこれで終わりにしたいと思いますが、よろしいですか。だいぶ、何、エンリッチメントアナリシスに名前が変わったようです。本当ですか、それは存じ上げませんでした。これちょっと後でやりましょう。特定の細胞サブセットにおける遺伝子発現、そうなんです、これごめんなさい、これはまだできてなくて、これ意味するところは、例えば、肝臓に由来する細胞株の一群みたいな意味合いですかね、これは多分ね。そうなんです、それは非常にグルーピングみたいな意味合いだと思うんですけど、それまだちょっと実装できてなくて、磁気版ではそれができるように今改良しているところです。今これ本当に一個一個こうやって見ていくしかなくて、本当はね、肝臓由来の細胞株組織とかで見たいと思うんですけど、それができるように磁気版ではやりたいと思ってます。これ大変いい質問です、ありがとうございます。手法によって発現パターンが異なることについて以前から怪しいとの話がありましたが、比較だけではなく結果が異なる場合の原因やパターンを総合的にディスカッションするような場をレフェックスに紐付けて設けるようなことはできませんか。いいね、誰かつけてくれてますね、ありがとうございます。ねえ、どうなんでしょうね、こういうのを我々がやった方がいいのかどうなのか。でもそういう場ってあんまりないですよね。ね、どうなんでしょう、詳しい方いらっしゃいますちょっと丸投げで申し訳ないんですけど、ね、そうなんですよね、どういうところがいいんですかね。なんか例えば最近そのフィグシェアとか、ああいういわゆるフィグシェアはこういうのをやるのがいいのかどうか分かんないですけど、結構そういうネット上のところが、例えばウェブでオープンに査読をするとか、そんなようなのも出てきてるじゃないですか、ジャーナルによっては。だから、そういうところでこういうのをやるっていうのも一ついいのかもしれないですけど、レフェックスに紐付けて設ける、ちょっと考えたいと思います。いや、貴重なご意見ありがとうございます
ジーンチップは分かりますが EST、KG、RNA-seq はよく分かりません、よく知りません、よく知りません。ちょっとね、それはアバウトのところに、書いてありますんでちょっと読んでください。これ説明してるとちょっと時間がなくなっちゃうんで、一応脳書きとしては簡単に書いてありますけど、こういうことなんですみたいな形で書いてありますので、ちょっとご覧になってください。臓器特異的と判断する定義は何でしょうか。これもいい質問ですね。これはですね、ちょっとごめんなさい飛ばしちゃったんですけど、非常にいい質問で、我々は実は組織特生物学的に臓器特異的かどうかは判定してないんです。っていうのは、何でもいいんですけど、こういうふうにデータが出てきたときに、組織特異的に発現している遺伝子って他の臓器で全然出てないんですけど、ある臓器だけ外れ値みたいに高いデータをおそらく組織特異的なんだろうっていうふうに考えてるんです。で、これを抽出するプログラムっていうのは世界中にいろんなプログラムがあって、で我々その一つを使って、もう機械的にこういう外れ値検定みたいなことをして、バーンと他の臓器で全然ゼロみたいなんだけど、ある臓器だけでバーンと高いやつだけをあらかじめ計算をして、でどの遺伝子がこういうパターンでしたよっていうのを、データを取ってるだけなんです。なのでこの辺はちょっと論文にちゃんと書いてありますんで、ちょっとそちらご覧いただきたいんですけど、なのでこれはバイアスがなく、臓器生物学的に臓器特異的ではなく、数学的にというのを言ったら正しいんですかね、エクスプレッションのバリューが臓器特異的に発現をしているらしいというふうなので、よろしいですか、質問の答えとしては。なので本当に生物学的に何か意味があって特異的かどうかは判定していないということです。これ確かに皆さん同じことを思っている方いっぱいいらっしゃるんですね。ヒューマンで検索しましたが、お、発言マップも鳥での発言、鳥、これはどういうことなんですかね、ちょっと状況がよく分かりませんが、これは遺伝子の名前っていうことではなくてですかね。ちょっとじゃあこれ後でこっそり教えてください、質問された方。鳥の発言はちなみに入ってませんので、遺伝子名かなんかの話なんですかね、ちょっと分かんないですけど、オントロジーのリンクが切れているかもしれません。本当ですか、これちょっと教えてください。 FX、 今日ちょっとすごいですね、質問が。ちょっと時間が大変ですね。これ FX の発言バリューを比較するときにどのように利用すればいいでしょうか、どのように、基準値とかはありますか。基準値、基本的にはこのそれぞれのサンプルの中で正規化はしてるんです。なのでこの横の比較は全部できます、横の比較は全部できるんですけど、この縦の比較は、相対発現量になるんで、必ずしも例えば RNA-seq のところで10っていうバリューが KG の10と全く同じ意味をするかって言ったら、それは違いますっていう説明で良いですか。それはできません。それはだからあくまでも、順位相、もうどうしても並べ替えたいんだったらば順位相関で並べ直すとか、そんな感じにしないといけないんですけど、横の比較はできますが、縦はあくまで相対発現量っていうふうに考えていただければいいと思います。ヒューマン、マウス、ラットと切り替わらない、これはネットワーク的なあれだと思いますんで、ちょっと落ち着いた時に見てみてください。特定の臓器の中でどの細胞で発現が高いのか、特定の臓器の中でどの細胞で中のどの、あ、これはだからさっきのグルーピングのちょっと話と近いかもしれないんで、これは今のところできませんが、磁気版で頑張りますというふうにさせてください。組織種特異的、種特異的というと、ヒューマン、マウスとかの話ですかね。これは今のところ機能としてはないですね。はい、これもちょっと時期版で検討したいと思います。あ、アミーゴのリンク切れ、すいません、これやっぱり上のと関係してますね。特定の臓器の発現遺伝子だけ、特定の臓器の一覧出力、あ、これはごめんなさい、できます。おっしゃりたいことは、例えば肝臓特異的でバッと出したときにこの一覧を取りたいってことですよね。これはここからダウンロードっていうのがありますので、この470個を
ダウンロードすることができますので、これで一応肝臓特異的な遺伝子のリストみたいなのが470件取れるということになっています。よろしいですか。いや、活発なご質問ありがとうございます。大変ありがたいです。で、ちょっとそんなことしていたら時間があと5分しかないということになってしまいました。駆け足でいきたいと思います。で、これ数十数千の遺伝子の発現の生物学的解釈っていうことなんですけど、よくやるのは統計解析をして最もらしいのを出すっていうことをやるんですけど、ここってあんまりバイオロジーがないんですよねっていう話なんです。なので、なんでこういうのが出てきたかっていうのを生物学的に解釈しなきゃいけないっていうのが ここの重要性の意味するところですという図です。で、一つ提案でチップアトラスというのを紹介したいというふうに思ってます。で、これは実は DBCLS とあと九州大学の沖さんという方が一緒に協力して作成しているデータベースなんですけど、これ論文などで報告されたチップシーケンスのほぼ全てのデータを閲覧し利活用することができるというウェブサービスです。で、データ処理の知識とかスキルがない方でも簡単に使えるっていうのが一つ特徴です。これちょっと時間がないのでもうざーっと見ていくのでちょっと勘弁してください。で、実はこの間私は新潟大学でやったのがありますんで、ちょっとそこを見ていただくのがいいのかもしれませんね。H5 ちょっといきなりのっけから申し訳ないんですけど、これです。これが私が H5 で喋ったやつで、チップアトラスの話もしてますので、ちょっとハンズオンも今日より詳しくやってると思いますので、ちょっとそちら参考にしてみてください。で、このチップアトラスいろんなことができて、チップって皆さん分かります？免疫クロマチン、なんだ忘れちゃった、クロマチン免疫鎮光をしてそれをシーケンスするっていう手法なんですけど、まあ、転写因子が何と一緒に働いてるかとか、どういうグループを形成してるかとかっていうのをまあやるのによく使われる手法なんですけど、まあ、このチップアトラスを使うと、まあ、何がどこにくっついてるかが分かったり、その遺伝子の標的遺伝子は何なのか分かったり、あと一緒に共極材しているパートナーは何なのか分かったり、あとはこういうエンリチメント解析なんかができるようになってますっていうような説明です。この辺はちょっと飛ばしていきまして、で、それぞれですね、統合 TB を今作っておりまして、で、個別一個一個ピークブラウザーについてもこれ、ターゲットジーンズについてはこれ、高ローカライゼーションにはこれという形で動画がありますので、私が今日紹介するよりもこの動画を見ていただいた方が全てできると思いますので、ちょっとこの辺興味がある方はちょっとこの辺後で見ていきながらやってみてください。で、今日は、こうやろうと思ってたのはこの最後のインシリコチップっていうのをちょっとやろうと思ってました。で、これは何ができるかっていうと、このユーザーのデータを受け付けて既存のデータと比較解析をしますよというところができますという話です。これまさにその皆さんリストを持ってる時に、その遺伝子のリストがどういう転写因子によって制御されてるのかっていうのを調べられると、なんか次の解析への取っかかりになりそうですよねっていうようなことで、ただこれ実際にやろうと思うとすげえ大変でなかなか難しくて皆さんできないと思うんですけど、これ簡単にできますよっていう話を紹介する予定でした。予定でしたが、ちょっとこう見てってください。後でやってみてください。申し訳ないです。で、お題目はチップアトラスのインシリコチップっていう機能を使って遺伝子リストを制御する可能性の高い転写因子を調べたいっていうような目的で実習をやるっていうことです。で、リストを用意してます。謎の興味ある遺伝子リストを用意してます。で、チップアトラスの残念なところは、ジーンシンボルしかちょっと ID として受け付けてくれないっていうところがありますんで、レフセックの ID とかジーン ID とか持っていてもジーンシンボルに変換しないと使えません。特にこのインシリコチップの場合は。なので、ちょっとこの辺 ID 変換をしないといけないというところがちょっとここに書いてあります。で、今回は HGNC のバイオマートっていうのを使って変換してますとかって書いてあります。まあ、なんとかしてジーンシンボルに変換してくださいという話です。で、あとは変換したリストを持っていればですね、超簡単です。チップアトラスにアクセスしていただいて、で、インシリコチップっていうところをピッて選んでいただきます。で、そうするとオプション画面が出てきて、まあ、ちょっとこんな風に同じように選んでみてくださいとかっていう風に選ぶだけです。こう選んでいきます。で、あとですね、ここに実際に自分のデータを
サブミットするともうこれで解析が終わりという、もう超簡単お気楽な感じなんです。でサブミットするとどうなるかっていうと、これ遺伝研のスパコンにクエリが飛んでいきます。なので、ちょっと今やんないでもらってっていうのがそこに書いてある通りです。でサブミットすると画面がこんな風に切り替わってですね、今計算中ですみたいな形でこんな感じでランニングとかってウェイティングとか出てきます。なのでこれが計算が終わるまでだいたい5分から10分その自分の投げたセットの数にもよるんですけど、ちょっと時間がかかります。で計算が終わるまで待つと最終的にフィニッシュとってなって、でこのリンクがアクティブになります。でこのリンクっていうのはずっと有効になっていて、今ここで見られるんですけど、これ結果なんです。でちょっと時間かかりますけど、こんな感じで今回のこの実習の謎のリストを投げた時の検索結果っていうのが返ってきます。でこれはさ、じゃあ何のリストだったでしょうかっていうのをやろうとしてたんですけど、これまあ宿題というか皆さんちょっと探してみてください。で答えもちゃんと書いてますんで、こんな感じ でここは転写因子で、この上に来たもの順がかなり怪しさが高い順に相当されて並んでます。それで結果の解釈をするということなんですけど、でちょっとここに答えというかヒントが書いてまして、結果の見方としては P バリューが低くてオーバーラップが多くてフォールドエンリッチメントが高いのが多分この今回入力した遺伝子群をまとめて制御しているなんかそういうマスター転写因子みたいな役割をするものなんじゃないかっていうのをここから考えることができますよというようなものになってます。でここはじゃああえて答え合わせはしないでおきますので、ちょっと個別で皆さん見てみてください。すいません、超時間をオーバーしてしまいましたが、まとめです。まとまるのかどうか分かんないですけど、つまみ食いなんですけど、通り一遍でこういう誰でも使えるデータベースデータセット、3つなんですけど紹介しました。でこれらっていうのはちょっとバイオインフォマティクスとかって皆さん感じられるかもしれないですけど、顕微鏡とか実験試薬と一緒の、道具なんで、便利な道具があるんだよってことを知っていただければ、あとその使い方が分かればですね、あとは皆さんの情報分析力とか想像力の世界勝負なんで、多くの便利なものを知っていただいて使っていただくというのが我々のプロジェクトの使命の一つです。で仮説構築、実験検証、データ解析、論文執筆っていうのが我々の研究者 その生活感みたいなところありますけど、このループをいかに回していくか、効率的に早く回していくかっていうのが課題だと思いますので、我々はそこをサポートするように、研究開発を進めていきます。困ったら統合 TV 使ってください。あと研究に役立ったらぜひ引用クレジットしていただくください。でこれそういうことなんです。クレジットしていただかないと我々の活動は続きませんということなんで、ぜひともよろしくお願いします。駆け足になってしまいましたので以上です。どうもありがとうございました。